26歳の7次元ポケットさんです。お二人はジェンダーレス男子ってご存知ですか？そしてジェンダーレスダンスのことをどう思いますか？説明がジェンダーレスダンスの特徴、派手な、髪色にカラーコンタクト、美容意識が高く、メイクやネイルもファッションに取り入れている、レディース服を着こなす華奢なだけ、女装ではなくあくまでもジェンダーレス。へえ、誰だろう、そんなやついる？あれじゃないの、近いのは堺磯の弁平さんじゃない？ああ、うわ、こんな感じじゃない？カラコンまでやってんのやらないけど、でもなんかやってたな、プライベートイメージね、イメージ。ジェンキングさんとか。ああ、なるほど。ジェンキングさんってあれですよね、こっちの人ですね。うん、そうですね。でも男子、男子です。あくまで男子が、まあ、女性の服を着たりとかして。へえ。女装ともまたちょっと違う。違うんだ。はい、こっちでもないってことか。そう、そっちでもないんじゃない。へえ。レディース服を着こなす華奢な体型、これあなたそうじゃないですか？いや、俺レディース服は着こなしてないです。着こなしてないですか？なんか湯友選手はなんかあ、こういうのね、そういうの、花着はレディースズボンとか。いや、そっか俺だ、ジェンダーレスだ。ジェンシーがしたらレスのな、それはレディース服、あれはシャツなくてね。ああ、